プロデューサー、私覚悟はできています。こうしてステージが成功したということは、またどこかに連れて行かれるんですよね。ここは何ですか？まさか温泉？わかりました。抵抗しても無駄でしょうし。でもプロデューサーは入らないんですか？そうですよね。一緒にって、でも一緒の個室とかそういうことではなく、その、堪能してしまいました。肌の奥にまでお湯が染み込んで生まれ変わったようです。え、チェックってプロデューサー？あ、どうして肌を撫でたり？効果が出ているなら良かったです。でも不思議ですね。最初は魅力を磨くと言われてもピンときませんでしたけど、こうして回を重ねると悪くない気がしてきました。そうですね。あ、近くに新しくアウトレットモールができたみたいです。そこのドーナツの専門店が美味しいってこの間、はるかが楽しそうに話してました。次の歌？え、はい、そうですね。何この感じ、まさか今までこんなこと。あ、はい、すみません。あのプロデューサー、一つお願いが。さっきの話なしにしてもらえませんか？アウトレットモールの話です。あの歌以外の魅力磨きはこれっきりにしませんか？別に方針に逆らう気はありません。歌以外のことも大切だと思うようになりました。これからは自分一人でも魅力を磨けます。プロデューサーに教えてもらった通りにできますから。そんなことはありません。一人でもちゃんとできます。これも成長の賜物ですね。ありがとうございますプロデューサー。もう大丈夫ですから。